はい、皆さんこんにちは。リンクチャンネルの岡本です。加藤です。はい、はい、ということで、今回ちょっとね、はい、まあ、珍しい2人組の動画になるんですが、そうですね、お悩み相談口、あ、岡本門田の卓球談義お悩み相談口ということで、はい、今回やっていきたいと思います。なるほど、はい、で今回は、はい、まあ、これはうちの我々リンクのレッスン生の方も多い話で、はい、お悩みね。そう、お悩み的に、お悩みね、はいはい、何が多いかというと、粒とか表、はい、はい、に対するボールの処理の仕方、はい、これはね、すごいやっぱり多いんですね、質問だったりとかお悩み的に。でコメント欄にもね、以前あったと思うんですけども、はいはい、では、まあ、粒高は一回置いときましょうか、はい、表ソフト、表ソフトなってる、まあ、自分のちょうどね、本表ですけど、僕はですけど、表ソフト、まあ、表ソフトのラバーにもよるのも、カドゲンのなんかは割とこう、回転がかかりやすいラバーなので、うん、まあ、だからそんなに気にすることはないんですけど、まあ、中にはすごいナックルボールが出やすい表ソフトだったり、まあ、レイソフトだと結構抑え気味に来たりして、ナックルのボールが出やすかったりはしますね、はい、僕はですけど、まあ、表ソフトとするときはあんまりこうドライブを使わなくなるというか、特に、まあ、バックハンドはですけどね、はいはい、バックハンドはもう面を立ててショート打ちというか、はいはい、表で基本表ソフト張ってる人ってバックハンドだと思うんですね、はい、バックに表張ってる方とか、ね、結局困るのってバックのラリーになった時にナックルボールが出てくるからネットをポテッと落としちゃうことが多いと、うん、割と多分ナックルボールをフォアに飛ばされた時は多分みんな上手に返せてるんじゃないかな、うん、まあ多少遅れても、まあ、打球で落としてもゆっくりキュッと回転かけれるので、フォアハンドに関してはでもバックハンドはどうしても体の前で絶対打たないといけないので、やっぱり早く打球点を早いところで打たないといけない、うん、でそこで面の角度は忘れないからネットミスになることが多いと思うんですけど、はい、まあ、僕はですけど表とするときは基本的にはバックハンドにボール来たらもうドライブをかけ返さないというか、はい、もう面を立てて同じように押し返すというか、はい、意識で戦うんですよね、はい、そうすればまあ落としにくくはなりますよね、はいはい、まあ、要するに角度を合わせて入れるというか、はい、もう本当ショート打ちです。本当にもうバックタイプ、もう普通のバックハンドを少し、まあ、あれですか、起こして、まあ、気持ちちょっと目を、まあ、ナックル度合いにもよりますけど、はいはい、本当にナックルだったらもういつもよりはもう起こさないといけないんですけど、うん、まあ、とりあえずドライブ、バックドライブっていう選択肢が僕の中では消えるんですよね、はい、だから押してきたら押し返すみたいな、はいはい、でチャンスだと思ったらフォアで、まあ、ドライブだったり攻めて、はい、もうそれだけでもなんかだいぶ気持ちが楽になりますね、うん、振らなくていいってことですね。振らない、はい、バックはですね、はい、バックは振らないことに徹底します。ミスしないようにだいぶ面の角度を起こしてひたすらショート打ちをする、押し返すような意識でやりますね、うん、まあ、ナックルって言っても、まあ、完全な無回転だけないので、うん、まあ、まあ、表ソフトのショート打ちに関してで言えば少し上回転が、まあ、回転量が少ないボール、上回転のナックルなので、まあ、回転は上回転は前進には進んできている、前には進むので前進回転はまあゼロではない、うん、だからまあ実質上回転なので、うん、だからただし回転量が少ないから当てたら落ちちゃう、失速しちゃうので少し角度をまあ上に向けるなり少し上方向に、普通のバックハンドの基礎値よりは上方向に打ってあげる。前、僕の社会人予選の動画で出てた広谷さんの、はい、バックハンドだったりフォアハンドもそうなんですけど、広谷さんはすごいこうパチパチと弾いてくるんですよね。そうですね、ショート打ち、ショート打ちもフォアも弾いてくる。僕も弾、もう表に限らずとりあえず弾かれたら僕はもう弾き返すというか、うん、押し返す意識、うんうん、やっぱ弾かれるということは回転量が少なくなるので、それを落とさないように面を立てて同じように押し返す、弾き返すような意識で僕は戦いますね。なるほど、うん、でちなみにそれってタイミングってボールがつきますよね、はい、ショートがちょっともう滑ってこうまっすぐ飛んできて上がると思うんですけど、はい、どのタイミングぐらいですか。タイミング難しいですね、まあ、そのボールによるとも、まあ、ボールが深ければタイミングが速くなりますが、浅ければちょっと高いところになりますけどね。それ頂点、頂点まではいかない、頂点まで上がってきたところをパッっていうわけではないと思いますね、うん、まあ、頂点前上がってきて、まあ、そんな速いだけでドンっていうわけではないですけど、ちょっと上がってきたところでも頂点までは待たないですかね、うん、で慣れてくれば、まあ、点差が離れてちょっと余裕ができたり、
まあ、どれぐらいの回転量かって、まあ、大体把握できて余裕ができてきたら、まあ、かけ返したりはしますけど。なるほど。基本的にはもう表で弾かれたりナックルボールだったり、まあ、裏外でもパチンって弾かれたら面を起こしてもショート打ちをしていく、まあ、僕はですけどが、まあ、ミスが一番減るのかなっていう、まあ、僕はちょっと怖がりなので大事です。怖がりなのでちょっとミスをしたくない、ミスを少ない方を選んじゃうんですけど、うんうん、がありなのかなっていう。なるほど。だから、だからというか、女性はフォアハンドに関しては割とパチパチ系が多いじゃないですか。そうですね、ミート系が多い。だからフォアハンドの方が多分落としにくいんじゃないのかなって思って、はい、うん、落とさないことはないと思うんですよ。バックハンドに、どっちか女性の方ってバックハンドの方がちょっと打球点速くて面もすごい寝てて、うん、だからナチュラルにバックドライブになってる人が、あ、確かに多いですね。多い。なので余計落としやすいですよね、うん、なのでこのまずこのショート打ちっていうのが多分、まあ、女性、特に女性の方、初級者だったりっていうのが、まあ、できてない人が多いのかなっていう、はい、うん、やっぱり結局大事なのは面をもうちゃんと出せれるかっていうね、はいはい、特にレディースの方なんかは異質ラバーっていうのが、ね、多いので、多いですね、表にドライブよりそういう面の角度を出して返す、だ面の角度を出すというか、はい、起こして打つっていう打ち方を、特にバックハンド、はい、バックに異質ラバーを張ってる方が多いので、はい、バックのハンドの面を起こしてこうショート打ちというか、はい、打つっていうのが、まあ、できればだいぶ異質ラバーは困らないというか、はい、困らない、 対応がしやすいんじゃないのかなっていう、はい、確かにと思いますね、はい、あと、もう一つだけ、はい、じゃあ音程ソフトと当たりました、はい、サーブ何出しますか。バック表、バック表でしょ、バック表、うん、何を出せばいい。バック表、何を出す、変わんないですね。変わりますか、何か。表だから何かサーブを変えるっていうのが僕の中ではあんまりなくて。おお、え、ありますか逆に。いや、やっぱりまあ音声ソフトって、まあ、持ち上げるのが、まあ、得意ではない。得意ではない。そうです。下回、切れてる下回転、深い下回転とか、うん、まあ、ナックルロングであったりとかをこうキュッて、まあ、回転かけて持ち上げるタイミングがかかって合わせるのは得意だけども、まあ、回転量が多いわけでもない、うん、まあ、しっかり溜めて打ったとして、まあ、ラバーによりますけど、まあ、そんなに質の高いボールが返しにくいと思ってるんですね。なので、まあ、結構、まあ、自分フォア表やってるので、フォアにロングサーブとか結構来る、やっぱり表なので、まあ、ドライブでコンって来るわけじゃないので、まあ、多分それで要所要所で出してこられる方が多いと思うんですけども、なので結構自分バック表と当たったらちょっとロング多めにして、で、まあ、回り込んでくる可能性もあるので、まあ、そこを対処しつつ、フォア前通しかバックロングとかミドルロングとかを多めに自分はしてます。でも特にない。え、それは、はい、結局は異質ラバーを使わせてるってことね。はい、じゃあそれで、その異質ラバーの方を狙ってるってことね。あ、自分はそうです。もう持ち上げてきたボールを狙いに行く、うん、持ち上げてきたボールを狙いに行く、まあ、両ハンド、うん、でもやっぱりこう苦手な人って異質ラバーが苦手な人って椅子ラバーじゃない方に出したがるというか。あ、確かにそうですね、うん、なんでまあこう椅子ラバーの特性というか、まあ、さっきカズタが言ったように、やっぱりちょっと質の高い回転がものすごくかかったボールを返せるわけでもない、まあ、回転の影響を受けにくいので相手も取りやすいのは取りやすい、うん、でも返ってくるボールも、まあ、ものすごい回転かかったボールっていうわけでもない、まあ、ある程度の、最低限のサーブ出しておけばそんな質が高いボールは返ってくるわけじゃないので、うん、逆にそれを狙うっていうね、これ僕があの前粒高の時に言ったように、なんかその異質ラバーの方に出してその質の低いボールを狙うっていうのもあるので、表ソフトだからといって表ソフトから逃げる、そっちじゃない方に出すっていうわけではなく、まあ、むしろ今まで通り裏ソフトでやってることを同じようにやってるというか、バックにショートサーブ出してむしろ回転量が少ない筒木が返ってくるのでそれを狙うになったり、その表だからつぶらかだからっていう苦手意識がやっぱり皆さんすごく強すぎるのかなっていう、だからもっと楽に考えてもいいんじゃないのかなっていう、まあ、まとめると、まあ、表と当たりましたと、フォア表でもバック表でもいいです、
当たった時はとにかく面の角度をとにかく立てるというか起こす、まあ、それが、もしそれで起こして落ちるのであればもっと起こさないといけない、うん、まあ、その調整をする、まあ、あとはそんなに難しく考えず、はいはい、やってみてください、はいはい、ということで、ちょっと長くなったかなとは思うんですが、はい、今回のお悩み相談室第1弾以上になります、はいはい、また、はい、またね、コメント欄の方にぜひお待ちしておりますので、はい、もうお悩み、毎回ね、こういうなんか一つのことについてね、ちょっとテーマについて話していきたいと思いますので、はい、ぜひとも皆さん、はい、コメント、そして高評価、チャンネル登録をぜひともお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。